最初左で向こう側は見えないな。でやってんの、そっちは電池バスだからなんていうの。いやいや、夜景見るから消しますって。さっき登ってくるとき邪魔くせだよこれ。登ってくるときこれ邪魔なんだよな、これ広告だから。これ大学アフィリエイト。アフィリエイト資格はしてんね。あれもあれ気にかかりすぎて何にも見えない。ポイントが3ポイントぐらいあるんですよ。ああ、なるほど。どこでも取れるってわけじゃない。その辺すぐ食べる。1個目すぐあるんで。右だったか左だったかは分かんない。忘れちゃう。前の方。左っす。大丈夫？こっちは。この辺っす。おお、綺麗じゃん。それでは函館バスにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。山頂からご覧いただきました夜景はいかがでしたでしょうか。機会がございましたらぜひまた函館バスをご利用いただきまして、山頂からの素晴らしい夜景をご覧くださいませ。これ無理だわ。お客様お願いいたします。バスが下山の際は急カーブが続きまして左右に大きく揺れることがございます。車内大変混雑しております。お立ちいただいておりますお客様はしっかりとおつかまりになって十分ご注意くださいませ。また車内でカメラ撮影の際、フラッシュをご使用しての撮影は運転に支障をきたしますので、どうぞフラッシュのご使用はお控えくださいますようお願い申し上げます。次の左カーブが7号目でございます。函館夜景のポスターや写真など一番多く使われておりますのがこの7号目からの夜景でございます。通過の際、左手から右手前方へと変わりながらご覧いただけます。このカーブでございます。ただいまご覧いただきました夜景の町函館は1000年以上昔は海の底でございました。旅方の海の変動によりまして浅瀬水田が盛り上がり陸続きになり、この函館山とつながってできたところが現在の函館市内でございます。その昔函館は薄毛市と呼ばれておりました。薄毛市とはアイヌ語で湾の橋、京都府山で青森の大畑から渡ってまいりました河野正道という方がこの地に盾を築き、その盾の形が四角い箱の形をしておりましたことから箱の館函館と名付けたそうでございます。また昔の函館の箱は足箱の箱、箱根の箱に建てでございましたが、現在は漢字建ての函館の地でございます。漢字建ての地に改められましたのは明治2年、江戸が北海道と改められた年と同じということでございます。また同じく北海道という名も松浦武四郎という方がこの地に来て
北の海に果てしなく広がる道ということで北海道と名付けたそうでございます。訪れいただきましたこの函館は北海道文化発祥の地といたしまして古い歴史と伝統を誇る町でございます。その現れに日本で最初の首都をはじめ造船技術、速攻場、水道、公園といった具合にその発展には目覚ましいものがございました。安政2年ペリー提督率いるペリー艦隊大型炭鉱をはじめ数々の外国船が姿を現し安政6年には長崎、横浜とともに貿易港として開港されてからこの函館には早くから西洋文化が伝わっております。もう少々進んでまいりますと2号目見晴し台を通過いたします。この見晴し台左手眼下には早くから西洋文化が伝わった町元町がございまして元町にございます三つ葉教会がご覧いただけます。向かって左がカリストス正教会、右側が聖ヨハネ教会、カリストス正教会の後ろが元町カトリック教会でございます。函館のシンボルと言われておりますカリストス正教会は鐘の音がガンガンと鳴り響くことからガンガン寺とも親しまれております。東京神田ニコライ堂の鐘の海の親としてもよく知られておりましてロシア風ビザンチン様式で建てられました。この教会は緑色の屋根アラビアンナイトに出てくるようなそんな屋根の形をしております。この元町にございます3つの教会はまもなく左手眼下でご覧いただけます。また教会をご覧いただきながらすぐ町の真ん中あたりに目を移していただきますと茶色い箱型の建物がご覧いただけます。そちらは函館市役所でございまして函館の地形は海と海に挟まれておりますがこの市役所の横のラインが地形上最も狭い部分でございます。海と海に挟まれましたその間はわずか1キロしか離れてございません。こちらもともに2号目見晴し台通過の際にご覧いただけます。まもなくでございます。ご覧いただいております2号目見晴らし台をもちまして函館山からご覧いただけます夜景は最後でございます。また市内には名所見どころがまだまだございます。桜と素敵で有名な五稜郭公園にはもうお訪ねいただけましたでしょうか。公園内には函館の名所が出現されております。天守閣を持たない洋式築城本堂に建てられまして日本で唯一の西洋式の城でございます。お隣には五稜郭タワー全面ガラス張りの2層の展望台五稜郭星形をモチーフに建てられまして90メーターございます。2階の展望台からは三角形の函館山予告連邦の山並みと津軽海峡が一望できまして360度市内を見渡せていただきます。館内は函館ゆかりの新選組土方歳三の銅像など資料などもより詳しく展示されております。さらに市内上色会長へ向かいますと女子トラペスチーム修道院がございます。明治31年フランスから派遣されました8人の修道女が日本で初めて設立した女子修道院でございます。園内はジャンヌ・ダルクの像、天使ミカエルの像などがご覧いただけます。函館バスでは1日乗車券カンパスを販売しております。こちらは五稜郭トラペスチヌシャトルバス元町を巡回いたします元町列車さらに市内路線バスも含めましてこちらの登山バス往復にもご利用できカンパスは1日800円と大量特大乗車券でございます。
どうもみょうみち、お時間ございましたらこちらのカンパスをご利用いただきまして、函館散策はいかがでしょうか。まもなく函館山下山でございます。